ケビン・キンボス・ライス・ファーガソンは、バハマの男性総合格闘家、プロボクサー、ストリートファイター。ナッソー出身。フロリダ州マイアミを拠点に、アンダーグラウンドの掛け試合で行っていた、ストリートファイトがインターネットを通じて、大きな注目を浴び、雑誌ローリングストーンでは、ウェブの喧嘩屋の王様と称された。後に総合格闘技と、ボクシングで、プロデビューした。 バハマのナッソーで生まれる。幼少期にアメリカに移住、フロリダ州、カトラーリッチで育った。もともとはアメリカンフットボールのプレイヤーで、マイアミパルメット高校ではミドルラインバッカーのスタープレイヤーとして活躍。マイアミ大学にスポーツ推薦を受けるなどプロを目指していた。しかし大学リーグは1年半ほどで離れ、23歳の時に受けた。 マイアミドルフィンズのドライアウトにも合格せず、次第にスポーツから遠ざかると、高校時代からの友人で後に金母の生涯のマネージャーを務めることになるマイク・イマーから、アダルトサイトの運営などを手掛ける RK、ネットメディア社での運転手兼ボディガードの仕事を紹介された。2003年頃から、アンダーグラウンドの試合で、ストリートファイトを行うようになり、 戦績は30勝無敗一無効試合になるという。こうした、ベアナックルボクシングルールの試合はチーム金ボにより、アダルト動画共有サイトや YouTube などの動画共有サイトで拡散され、インターネット上で知名度を獲得していった。ニックネームのスライスは、最初に投稿された動画で金ボが、対戦相手のビッグ D の右目を大きく切り裂いたことで、 インターネットのファンたちからそう呼ばれるようになったもので、キンボは、子供の頃から呼ばれていた愛称である。2003年9月、警官ショーンギャノンと対戦して敗れたが、キンボは、ギロチンチョークや膝蹴りの反則があったとしている。2005年から格闘技のトレーニングを始め、最初は、ベアナックルボクシングのテクニックや、クリーンチからのダーティーボクシングなど、 ストリートボクシングで使うトレーニングのみだったが、徐々に総合格闘技への関心が高まり、移行していった。2007年6月23日、話題を聞きつけた、総合格闘技団体、ケージフューリーファイティングチャンピオンシップスからコンタクトを受け、元 WBO 世界ヘビー級チャンピオンで、オリンピック金メダリストのレイマーサーとの試合を行う、契約を結んだ。 ニュージャージー州アトランティックシティで開催されたケージフューリーファイティングチャンピオンシップ5でマーサーとエキシビションマッチで対戦1ラウンドでギロチンチョークにより勝利した。試合後のインタビューでは同じ喧嘩や上がりのタンクアボットと戦いたいと語り観客として来場していたアボットも承諾して10月12日にケージフューリーファイティングチャンピオンシップ6での対戦が決定した。 しかし、これは、工業側の都合で中止となり、正式なプロデビューは中に浮いた形になった。その後、イライティクスクの打診を受けて、同団体に移籍、11月10日に、テキサス州、コーバスクリスティで行われた大会で正式な、プロデビューをした。当初は、マイク・ボークが、対戦相手に上がったが、相手の方の怪我のためボーキャン取れる上、変更となった。 この試合で、キンボは1ラウンド19秒、右肘打ちからのパウンドで、ギブアップ勝ちを収めた。2008年2月16日、イライティクスクで棚上げされていたタンクアボットとの対戦が実現、開始43秒で小勝ちした。2008年5月31日、イライティクスク、プライムタイムで、ジェーム・ストンプソンと対戦。打撃とグラウンドを織り混ぜた激しい攻防になり、 やや優勢を維持したまま、3ラウンドに数発のパンチから、右フックを当てたところで、レフェリーストップが入り、TKO 勝ちとなった。試合後に行われた、記者会見では、ブレット・ロジャースと乱闘寸前の騒ぎを起こした。2008年10月4日のイライティクスク、ヒートでは、ケン・シャムロックとの対戦が予定されていたが、試合当日にシャムロックが、 ウォーミングアップ中に目尻をカットし、欠場、セス・ペトルゼリに変更となった。試合は開始早々に、セスのカウンターで、ダウンすると、そのままパウンドを被弾し続け、TKO 負けとなった。それまで成り物入りでの連勝を続けていた中、4試合に、して、プロ初黒星となった。2009年、UFC への出場権をめぐるリアリティ番組。 ザールティメットファイターシーズン10に参加して1位指名でクイントン・ランページ・ジャクソン率いるチームランページ入りを果たした。シーズン中は同じチームで同年代のマーカス・ジョーンズがトレーニングで苦しんでいるところを励ますなどの場面も見られた。シーズン冒頭で行われたエリミネーションバートでは1回戦でロイネルソンと対戦。テイクダウンを取られ、 サイドポジションで抑え込まれたままパウンドで TKO 負けを喫した。2009年12月5日 UFC デビュー戦となるザ・ウルティメットファイターヘビーウェイツフィナーレでは215ポンドのキャッチは8バウトでヒューストン・アレクサンダーに判定勝ちを収め白星デビューを果たした。2010年5月8日 UFC113 におけるマット・ミトリオンとの対戦では 終始押され続け、マウントパンチで TKO 負けを喫した。試合に敗れたことで、UFC 代表、ダナホワイトは、UFC での試合は、これが最後だとして、金墓に契約解除を通告した。2010年8月、ボクシングでのプロデビューを考えていると答え、一から出直すつもりで体を鍛え直していると語った。 このキンボのボクシング転向について、ロイ・ジョーンズ・ジュニアが、彼との試合はしたいが、その前に彼はいくつかの試合経験を積むべきだと、コメントした。猪木ゲノムフェデレーションと試合契約を結んで、2011年2月5日に、福岡で開催された、同団体の興行で、鈴川新一とのプロレスの試合が予定されていたが、直前に、拳の負傷を理由に試合は、 キャンセルされた。2011年8月13日、プロボクシングの4回戦デビューを飾り、オクラホマ州マイアミのバッファローランカジノで、39歳のジェームズ・ウェードと戦い、1ラウンド10秒で小勝ちを収めた。2011年10月15日、再びボクシングの試合を行い、テーブレッスンやはり1ラウンド後で破った。12月30日には、 チャールズ・ハックマンを3から0の判定で破った。キンボの次の試合は、2013年1月30日に、オーストラリアで、アンソニー・ムンディン対、ダニエル・ギールのアンダーカードとして行われた。キンボは、シェーン・チリアードを2ラウンド TKO で破った。2015年6月19日、約5年ぶりの総合格闘技復帰戦となった、ベラトル138で、 検査ムロックから TKO 勝利を収めた。2016年2月19日、ベラトル149で、ダダ5000と対戦し、パンチラッシュで TKO 勝ち。試合後の薬物検査でナンドロロンの陽性反応が検出されたため、5月2日にテキサスデパートメントオブ、ライセンシングレギュレーションからライセンスを剥奪され、試合結果もノーコンテストに変更された。 2016年6月6日、入院先の病院にて心不全で死去。7月16日のベラトル158で、ジェーム・ストンプソンと再戦することが発表されていた。キンボは2008年に、ニコロデオンの祝日特別番組メリークリスマス、ドレイクジョシュのブラッジ役で俳優としてデビューした。2009年には、 キャタピラー VS キンボというアンチウイルスソフトウェアの広告にも出演した。ありがとうございます。